えっといよいよえっ、ー、と四人目のあの方のお話です最後には、えー、コンパル流農学士の山井綱夫さんにお話をえっ、ー、といただきます、えー、山井さんは、えー、昨年二月から三月にかけてフランスとアメリカとそしてカナダにわたって活動をなさいましたそれでは、えー、山井さんどうぞよろしく。 します

恋愛波はこれやらん神と君との道すぐに都の春に行くべくはそれぞれ上落のない

手には自福を祈、き、せんち、楽は髪をなで、漫才、楽には命はをぬ、おぬ、愛おいの待つ風、

<laughs> えー、コンパルの山と申します、えー、私、5歳の時から、えー、初舞台を踏みまして、えー、12歳で能ではしてと言いますけれども、まあ、主役を務め、まあ、祖父が能楽師でありましたものですから、まあ、知らない間に能楽の世界に足を踏み入れて、えー、生きてまいりました。で、えー 先代の金原信孝先生79世パル金原信孝先生はじめさまざまな恩師と呼べる方々に可愛いがっていただき今日まで能楽師として歩んでまいりました私なりにこの能楽という世界これからどうすべきか常日頃からいつも考えていることでありましたそしてこれはよく世間,世間一変から言われることなんですが能楽は実は 全く守られておりまませんでですすね非常にに、えー、危機的状況にあると、えー、言えます農学愛好者の減少、そして、えー、農学を習う方、それから実際見る方、ですねそういう方々が減っている、そして、えー、国民の多くの方々が、まあ、農は知らないけど、農ってどこかでやってるんでしょう見た、見たことないけど、まあ、守られて誰かがやって、誰かが伝えていくんでしょう、私は知りません。 渋谷駅のポスターに貼った,あ,った、えー、あなたはのを見たことがありますか2.5%という数字を見たときに読売新聞の告知ですとか、えー、私はそれを見たときに足が、えー、その広告の前で足が止まりこれでいいのかという思いを強くして、えー、私、その能楽師の修行とともにですね中学生からロックバンドをやっておりまして、えー、デーモンカッカという方が、えー、私、まあ、こういうことをやってるとですね、まあ、お知り合いになりましてですね えー、あなたがやっぱり誰かが伝統芸能の世界も扉を開かなければならないそういった中で、えー、あなたが能楽の世界を開くべきではないかということを2002年に言われました私は能、えー、の中でどっぷりと生きて能を極めたいと思っている人間です今でもそうですですがそれではもう立ち行かないという現実、えー、そういった中で、えー、2003年から、えー、タジャンデのアーティストと いわゆるコラボレーションと言われておりますが、そういうことを数多く重ねてまいりました、洋楽、邦楽問わず、数多くの方々と今現在行ってまいりました、そしてそのご縁でまた海外に行かせていただく機会も多くあった、そういうところで、流れの中でおそらくこのような文化交流史というお役を拝命したんではないかなという流れでありました。そそういったた中中ででで私がその文化交流史を拝命した中でですね まあ、どうやって見せればいいのか世界中の人々に特に西洋文化の方々にその能の意義というものをどうやって伝えていくべきか能というと、まあ、非常に、えー、分かりやすくわか,かりにくくですねとっつきにくいというのは海外でもやはり同じ日本でもそうです、えー、そういった中で私の流派コンパル流は 世阿弥以来世阿弥よりもっと古い時代のですね、えー、実は聖徳太子の時代から1400年の歴史を、えー、刻んでまいりました初代は旗の川勝という人です渡来人であります、えー、そういった長い長い歴史の中で、えー、培ってきたものそういったものを生かしつつ、えー、そしてこれを後世残して残してですね滅ぼさないためにどうすればいいのかこれは日本でも同じことなんですけども能を、えー、ガラスケースの中の過去の遺物 あの素晴らしいですねあでも私よく分かんないからと言われてしまうそうではない今そこにいるあなたにメッセージを言いたいメッセージ心に響く生きるメッセージとなるものがあるんですということを私は言いたいこれを伝えるために、えー、今回の拝命をいただいたと自分で考えております、えー、その中でさまざまな、えー、見せることに関してですねただ単に能楽を紹介する ということだけでない、私なりの工夫、やれることはもう目いっぱい積み込んでやってきたつもりです。その中で,です、ね、まあ、順番にちょっとお話していきますけれども、最初、ちょうど私、1年前の任命でありました、任期でありました、2015年2月にフランスのパリに訪れまして、パリ日本文化会館で,です、ねまあ、講座を行いました。で 実はこの日、前の日がですね、日本のジャーナリスト、後藤さんが殺害された、こんなこと言うとちょっとあれなんですけど、実際事実でした、その日の夜に私は立つ、そしてフランスのパリと言いましたら、この1年前もすでにやっぱりバスティーヌ広場ではですね花がたくさん植えてあって、人がひきなしでお祈りしておりました、市内にはフランス軍が銃を構えてえ歩いていたわけです。そういった中で 私が伝えるこの能楽というものと今現在のことが全く別のものではなく伝える何かがあるのではないかと考えましたこれはちょっと最後に何を伝えたかってことはお話しさせていただきたいと思います現地の皆さんでこのようにですね表をつけていただいたり実際にワークショップという形でやっていただきましてまこのように質問責めにありました日本人も傷ついているけれども今フランス人の方々の傷ついている ところも私たち日本人は大変理解できるでもそれを乗り越えて生きていかなきゃいけないそういうメッセージを私は届けるために日本から来たつもりですというようなお話をしましたらばこの写真で写っている通訳の奥の、まあ、これはハーフの、えー、女性なんですけど言葉で詰まってしまいまして涙ぐ、えー、んでしまったんで、えー、そこの場にいた日本人のお客様がフランス語に通訳してくださったという、えー、事実がありました、えー、そういったことと、まえー、全く無関係ではないそのための日本 の文化を通じて世界に対するメッセージ何を伝えられるのかそんなことを考えました、えー、アメリカのニューヨークですね、えー、2015年、えー、と2月にですね私こう行ってまいったんですけどジャパン・ソサイエティですねでニューヨークという場所はですね、えー、さっきの桜井さんのお話の通り私もですね、えー、ブロードウェイでオペラスの怪人見ました、えー、すごいですね本当にもうカルチャーこれカルチャー福度はまさにこの,このことかなと もうスケール感といいの芸の凄さ、ジャンル違いますけれども、やっぱり世界一の芸術、世界最先端の芸術の集結する場所、ニューヨーク、パリはある意味で古い古い、えー、都でありましたけれども、そういった中で、えーあ、そうですね、ちょっと話前後しますが、パリでですね、実はルーブル美術館、ナポレオンの戴冠式という絵があります、その前で現地の小学生たちが、普通に授業をやってました、30人ぐらいで、これは何やってるんですかって聞いたら、当たり前ですと。 日常の風景ですということで、本物の絵の前でフランスの子どもたちが授業をやってました。これがやっぱり文化大国フランスの凄さだなと思いました。私も日頃脳を通じて各学校ワークショップなどで学校を回ってますけれども、やっぱり小さい子どもにですねどう伝えていくかってこと、を、やっぱりだからこそフランスこうなんだこんなことも思いました。ちょっと話飛びましたけども、ニューヨークではですね、このように脳の歌いをそれから舞を体験していただく、できるだけコテコテにやると。 でえー、やはり私たちが伝した来してきてきたコンパル流の脳というものそれをそのままお伝えするということそれがやっぱり一番こう響くだろうというふうにももちろんそのように考えましたですから、えー、ストレートに伝えるべき時はそのままを伝えて、えー、そしてそれをできるだけなぜその背景にどんな意味があるのかということ私たちは実はそういうことを教えられずに来ておりますが、えー、脳学師はですね「やった通りやりなさい」「型の通りやる」 理屈は、存在しないそれは型を踏襲していればいつか分かる、何十年か経てば師匠の,の言ってたことはい,いつか分かるようになるよという理屈です。ですが、それだけではなく、今はやっぱり言葉で説明できなければいけない時代、これは日本でもそうなんですが、ですので、現地のニューヨークでもそのように言葉で説明しながら、そしてできるだけコテコテにやりましたので、正座して挨拶やりました、正座してもらいました、ちょっとあぐらの,の方もいらっしゃいますが、この写真で、ですね正座もかなりの方ができて、えー、やりました。 そして現地で見せたのはですね実は私、の15年ぐらいですね、えー、ジャズピアニストの木原健太郎という親友がおります。えー、彼もアメリカで、えー、ジャズを学んだ男ですけれども、えー、たまたま縁がありまして15年前からさまざまな創作作品を作るということをやってきて、えー、彼との創作作品を実はニューヨークに持って行って見せるということをしました、えー、おかげさまでいろいろ好評いただきました。これはままたちょっと後で含めてお話しますで アメリカのです、ね、これニューヨークのコルゲート大学というところで講義をいたしました、まあ、このようにです、ね、学生さんに能面の装束を着てもらいそしてワークショップをしてもらって体験をしてもらったりしたんですけどもでもう一個の大学アメリカバーモント州ミドルベリー大学これはですね全米屈指の言語学の大学でありました大学で購入したこれは江戸期の「えー、源氏物語」の えー、屏風ですねこれを後ろに飾って私舞を舞ったりしたんですけれども、えー、現地の方が大勢、まあ、来てくださって大変熱心にご覧いただきましたこれ「井の上」というのをやったんですけどねでそれだけじゃなくて学生さんにこのようにワークショップ、えー、やりましたでこれ「構えすり足」を実際にやってもらってるんですけどもものすごく一生懸命やっててですね学校の先生の教授まで一緒にやるで「やめろ」ってまでやめないいつまででもやってる。 で私はただすり足を体験するだけじゃなくてそこに何があるのかその根底ですねえ実はコンパルリの脳というのは私たちが私が伝来されてきたコンパルリの脳師匠から家元から教わったことえ声は「下の力低い音を響かせろ」地面からこう「アンダーグラウンド」「アンダーグラウンド」と向こうで言ったんですけども地面からこう下から下から響かせるようにしなさいそのように教わりましたコンパルリの脳とはそういうものですそして腰を入れて重心を落とすこれはまあどの流派でも一緒だし 共通しておりますけれどもそういった概念が日本人の独特の農耕民族というか大地というかですね床というところ地面そういうところとできるだけ離れないで一体化していたいという意識相撲も歌舞伎もやっぱり腰を落とすそういうところも全て武道的なものも共通してるんじゃないかそんなお話をしながら学生さんに体験をしていただきました。 でまあ、現地の学校でですねこんな交流をして、えー、このワークショップおかげさまで、えー、と向こうの学生は大変日本の学生と違ってですね忙しい勉強が忙しいんですねで時間が来るとですね、えー、みんな帰っちゃうでジャストで私あの時間が超過しち,ゃいしちゃいましてです、ねえー、しゃべりきれなかったで一回終わらせてそこではいじゃあもうさようならじゃあ時間がある子だけ残って、まあ、続きやりますからとその,そのようになったんですけど誰も席を立つことなく。 えー、そして、えー、と私がまあ今みたいにまったりしたんですけどもそういう場合は通常みんなこうスマホを出してですねパシャパシャ撮影をするっていうのがまあ常だそうだったんですけど誰も撮影をしなかったでこれが現地の教授がこの2点がですね信じられない驚異的だと私は今までそんな経験なかったなというふうに言ってだきました。それだけあのこちらの大学でででももやっっぱりアメリカでもですね非常に高い関心を持って えー、そのぜ全米では言語学の屈指、えー、の大学です、ミドルベリー大学ですね、えー、こちらの皆さん、大変に熱心に日本文化、感じていただいたと思います、それから、えー、オレゴン州に渡りまして、えー、ですから東海岸から西海岸ですね、太平洋に、日本に近い方にというんでしょうか、えー、渡りました、そこで、えー、ポートランドというところに渡りました、これちょっと写真がないんですが、ポートランドというのは大変リベラルな都市で、ですね、えー、びっくりしました、えー、非常に先進的な町でありました、オレゴン州のポートランド。 そこで先ほどの木原健太郎氏とのピアノのコラボを創作した作品ですねそれを数多く作っておりますのでそういったものを現地で見ていただいたりしましてそれからカナダですねブリティッシュコロンビア州のビクトリアというところですそのままアメリカ大陸をずっと北上していわゆる太平洋沿いのところなんですけどもそこの高校でワークショップを行いました。 どんどん行きますでですねカナダビクトリアバンクーバーでですねそれで私実は過去この5年間ですねたまたまといいますかバンクーバーにご縁がありまして5年連続で今年で5年連続なんですけれども毎年伺って脳についてのことだったりとかでですね行かせていただく機会があったのでこの文化交流室では必ずやっぱりバンクーバー行きたいと思っておりましたのでバンクーバーまたこの文化交流室として参りました。そして 今回の文化交流史として私が考えた一番最大に見せたいものこの特別デモンストレーションというものを考案いたしました「つなぐ多次元を」と名付けましたこれはですねちょっとこんな感じなんです実は能楽の囃し方私たちが私が日頃から昔から一緒にやっている能楽史の囃し方の 笛子鼓大鼓太鼓4人来てもらいましたそして同じコンパル流能楽師の同志仲間先輩2人来てもらいましたそして先ほどのピアニスト木原健太郎というジャズピアニストその編成でですねこれ一体何をしたかと言いますと私欲張りなので子自身の作品をやりたたたかったんです能楽だけ見見てああもう能はもううは飽きた実際そういう言葉がこの文化交流誌のやり取りの中でありました。私たちは能をよく知ってる能はよよくく知知っってていいるる よよく知ってるよであなたは何がしたいんですか山井さんあなたは一体何を伝えるために来るんですかこう言われたんですね。で、えー、文化交流士の、まあ、ご指名を受けてから私は、えー、10ヶ月ほど時間があったものですから一体何を伝えるべきかということを考え抜いた挙句このような今までのコラボレーションの、えー、いわゆる経験だったりとかそれから、えー、5歳から学んできたコンパル流の脳というもの、えー、その全てを、えー、総動員しまして、えー、作り上げた作品です。えー、最初にですね 実は我がコンパル流は世阿弥より前に誕生しましたが、えー、祈りだったんですねつまり平和への祈り、えー、天が太平国土安穏五穀豊穣を祈念するその祈りからスタートしている宗教行事これが我がコンパル流のスタートであります具体的に言いますと翁というものがあります歴代コンパル宗家が今も現在奈良の春日大社興福寺というところで、えー、お祭り神事として 約900年間現在も伝わっておりますそれを司るのが我がコンパルジュそしてその縄の歌いを冒頭に歌いましてそして今私に舞ったのが高砂なんですけども呪福を祈る高砂の神様の舞を舞いそして羽衣という天女の舞これは古典的なものをあえてそのまま変更せずに見せましたそしてその後舞台上で能面をつけ私が天女に舞台上で変身をして。 そしてそこにピアニストキアラケンドラオが入り、彼との創作作品「絆、えー」キズナという作品をこれ震災の前に作った作品なんですが、えー、そういったものをドッキングさせて約一時間半の作品にいたしました。えー、これをカナダビクトリアバンクーバー、それからまあ、えー、この後ゾミ見ていただきますがロサンゼルスで三カ所行いました、えー。この背景にかかっている書ですが「ひすれば花」と書かれております。この書はですね、えー、実は、えー、草原書道会のですね理事長をされている。 石飛八甲先生というですね現代書道を代表する大変な書家でいらっしゃいます石飛八甲先生私も大変あの買い上がっていただいているのでご無理を申し上げましてこういう作品書いてくださいとお願いしたらですね二つ返事で、えー、書き下ろしで書いていただきました、えー、私この作品を抱えてそして、えー、いろいろ各地を回ってこの作品を後ろにかけてですね、えー、このパフォーマンスを行ってまいりました えー、おかげさまでこれはあのバンクーバーの時の写真なんですがこれ終わった直後の、えー、カーーテンコールの、えー、写真ですお客様が全員総立ちになってうわーっと拍手をしてくださったのでまあこれはあの、えー、ここまで持っていくためにですねやっぱり並大抵な大変さじゃなかったので、えー、ここにいる、えー、本当に7人のですね同志仲間たちと共にですねこういう形で、えー、この舞台で こういうことが見せられて、そしてこれだけのお客様の反応を得られたということで、私もですね、舞台上でちょっと男泣きしてしまいまして、ですね非常にちょっと一生忘れることのできない景色になりました。で、終わった後ですね、こんなふうにバンクーバー総領事を囲みまして、こんなふうに全員で記念撮影させていただいた思い出がございます。そして、アメリカ・ロサンゼルスのですねグラミーミュージアムといいまして、皆さんご存知なグラミー賞という賞があります。 実はそのグラミーがグラミー協会が持っているミュージアムがありまして、そこにステージがあります。で、そこでですね。特別に許可をいただきまして、えー、実はアメリカのエグゼクティブの方々のみにですね。ご招待という形でこの作品を見せるというのがまあ、私にとってはこれはかなりの大勝負でありました。で、えー、この時ですね。まあ、こんなようなパンフレットを作ったりですね、えー、これまあグラミーミュージアムの前で。 一緒に出てくれた能楽師たちとまあ写真を撮りましたけれども、一体どんなことをやったのかというので、ちょっとこの時の写真なんですが、ちょっと映像をですね、これ、映像なんですけれども、ちょっと見ていただきたいと思います天す天女へるところを表します。 通常脳では裏で,です、ね、私は病つなおって普段は普通に何の変哲もないただの42歳の男ですが、うん、舞台上でというか裏でですねその、まあ、天女その役になった時に、まあ、よくこういう講座で申し上げるんですが私は42ではなく1442歳になりますと、まあ、こんなような話をします。 これは裏ではですね、能面をつけるということは非常に大きな儀式として、えー、行っている、まあ、神聖な瞬間を舞台上でこれ日本でもほとんどやりませんが舞台上でですね、私が天女に変身するところを実際見せましたこれを作品のプログラムのこのデモンストレーションの中の一つとして場面として入れましたでそこに、えー、木原健太郎ピアニストのですね えー、これも動きを見てその意味を説明して彼がそれを作,作曲して、えー、曲をつけて、えーまあ、ほとんど音がないですよねこうやっぱりこう間をとってこの空気感を伝えてもらうための曲としてこう作ってもらいましたこれからですね天女の衣をつけてこれから能面を着用する場面これはなかなか、えー、っと普段の舞台でも本当はあの裏でやってることなんで、えー、っと幕の裏側ですね えー、やってますこれはしてという役がですね、役に本当になりきる、えー、能舞台の、えー、五色の幕があっている裏側はですね、鏡の間という部屋があって、そこは能のしてしか、えー、いることができない神聖なエリアです、そこで能面を着用して、えー、自,分自分の自我をすべて捨てて、えー、役になりきるという、えー、能面を着用する大事な場面、これを、えー、わざわざ、えー、見ていただきました。 そしてこれこれが大事なんです。実はですね、能面の目と目を合わせて一礼するという動きをします。これは能、えー、を作ってきた偉大なる先人たちに対する畏敬の念、どんなに偉くても家元でも誰でも必ず能面をつけるときは誰が見てなくても必ず私たちは行っております。 よくあの「能面は口でくわえてるんですか?」って言われるんですがあのそうではありませんこれ見ていただいた通り紐で結んでますあのセリフを相当セリフを言,葉を言いますので、えー、なのでく,くわえているわけじゃあり,ありませんこの瞬間から、えー、私は病綱緒ではなく天女になったわけです とラストシーンのところだけ、えー、短く見ていただきたいと思います、えー、能の歌い林にですねピアノを入れてこれは日本でも、えー、ちょっと私も長年長々やってましたら、初めて試みでやった部分なんですが 最後ラストシーンで近いところなんですけどね、えー、呼吸で合わせて指揮者を、えー、いない状態にして混ぜ合わせて、えー、やりました。えー、幸いまあ非常に、えー、評価いただけたんでよかったなと思います。ちょっと先がありますんでちょっと先進めさせていただきます。えー、バンクーバーで,ですねこれだけじゃなくてですね実は能のオペラも、えー、作りましてこれがきっかけで能の通い小町チを元にしたオペラを現地の、えー、作曲家 これ私の向こう側にいるのがこれファシード・サマンダリさんという方です、えー、バンクーバー在住の作曲家が、えー、能をもとにオペラを作りました一昨年この作曲のために彼は能を知らなかったので日本にやってきまして私が1週間付きっきりで能のレクチャーをしましたそして能を学び彼は帰り「か、え、よ、ー、いこ町というオペラを作曲しましたそしてそれをこの時にですね上演を、えー、しまして。 えまだテスト段階の作品だったんですが約10分の作品でした、この時はですね。で、まあ、公表いただいたので、これが実はですね1年後に、えこれ、書いてますが、この間の1月23日に、ですねバンクーバーに私、再び訪れまして、約1時間の作品にしまして、えー、私がまあ深草の少将という役、そして、これはあの現地のですねヘザー,、えー・ポーセイさんというですね、えー、女性のオペラ歌手の方が、小野の小町を役をやって、そして、えー、フルート、バイオリン、チェロ、えー、ビオラ、 そしてパーカッションそして、えー、女性のおオペラの方、えー、メゾソプラの方それから男性の、えー、コーラス2人それで女性の能楽師の、えー、自由隊2人で私でこの、えーえー、ヘザーさんという女性の小野小町の方こんな編成でやってこの間ついやってきたばっかりなんですがこれも本当に真剣勝負でですねその感情表現とか含めて全然表現が違う。私が怒りで ストーカーのようにつき,、ま、つきまとってでこうやったらですねリハーサルの時にあちらはですね胸をたたいて前に出てくるえっていう「であなたどうしますか?」って言われてそういう,こうやり取りを全然文化が違うこちらは歌いを歌えば、えー、あちらが音が取れなくなっちゃっておコーラスがメロメロになっちゃうとかですね、まあ、そんなこともあったこちらは五旋風五旋譜のコーリー書かれてますからこれを見ながらですねこうやって歌う。 こういうい本当に、まあ、異文化交流をやってきました本当に大変いい刺激になりましたけれどもおかげさまでこれはまた来年現地でオペラにしようという話で今話が進んでおりますそれからですね最後にカナダバンクーバーでそのせっかくご縁をいただいたバンクーバーでですねこっちから勝手に一方的にやるだけじゃなくてその現地の方に愛好してやってもらいたいということでサイモン・フレーザー大学というところで場所を借りまして現地のカナダのカナダ人にですね 能の歌いと姉妹のお稽古ですねいわゆるワークショップという本当に完全にお稽古ですですからこう挨拶からずっと、えー、この舞の稽古を行いました5日間行いましたそして最後の日発表会だったんですが日本から約30名ですね私の車中のお弟子さんたちそれから講演会の皆さんが日本から30人来てくれました。そして、えー 先ほどの桜、えー、井さんのお話じゃないですけど、ね、あのブラジルなんかもやっぱり日本に意味がありましたけどもこのバンクーバーもですね日本の移民の大変な、えー、悲しい悲しい歴史があって、えー、その日本,日本人の方々ですね現地のですね、えー、本当に 苦労ししてて渡っっ本当に開拓たたような方々ととの出会いだったりとかもう私はもう5年行ってるのでいろいろご縁があるんですけども日本から来た方々とまたそういうバンクーバーの日本人の方との交流をしていただいたりとかですねで、まあ、最後はこのようにみんなです、ね、発表会を行いまして現地にです、ね、少しでもコンパル流脳の,の愛好者の息,息吹ということを植え付けることができたのではないかなというふうに思っています。 そして3月13日これが一番最後だったんですけども私の任期の最後でしたバンクーバー総領事公邸でですねその日本から来た30名の日本の方々それから私のワークショップ歌い姉妹の稽古を受けてくれたカナダ人の方々そういう方々が合同で 最後、えー、バンクーバーにあります日本総,日本総領事館でですね、えー、合同親睦会ということでもう私もこれでいよいよもうオーラス最後の日だったんでもう乾杯って感じでもう楽しく皆さんと一緒に飲ませていただきましたそうしましたらですねここには実は樹齢100年になりますソメイヨシノが咲いてるんですこれがですね満開でありましたピークもう超ドピークでもうこれを逃すではないだろうということで,ですね急遽私この場で舞を舞いまして、えー、羽衣などを舞ってお店へ。 いたしましたこれも一生忘れることのできない思い出となりましたということでまあ、日本でもですねこんなようなことで凱旋公演、やっぱりこれは日本でもやるべきだというふうに現地の方に言っていただいたことを受けてまあ、これからも日本でやっていきたいなと思っておりますそして最後ですが私が文化交流史の活動を通じてですね一体何を伝えたかったのか世界的に産業革命が起きて20世紀にですね えー、物が豊かになればいいお金持ちになればいい、えー、経済が豊かになればイコール幸せであるという時代があったと思いますが今の21世紀、えー、果たしてそうでしょうかそういうことでみんな満足という時代かといえばそうではない時代が来たように思いますものの時代から心の時代へ世界的に、えー、変化を遂げて目に見えない何かを信じて、えー、日本人がやってきたことですね、えー、自然を愛でるそして間を大事にする、えー、能でも間を大事にいたします、えー、それから 余白を大事にする文化そしてそういう日本のと独特の目に見えないものを大事にする心っていうことがこれからの時代すごく求められるのではないかとでこれがひいては能にはですね心を伝えるための大切なヒントつまり今申し上げたような流れとともに私のコンパル流というのは実は初代の人はいわゆる新羅から渡ってきた方でありますす今でで言いますと中国国系韓国人です。 はっきり日本人ではございませんえ。これはゼアミもはっきり言っておるわけです。農楽というものはゼアミがクリエイティブしてゼロから創作したものではありません。ゼアミはアレンジメントした人です。えー、大陸から伝わってきたもの、えー、文化、芸術、宗教、そして日本から古来にあった文化、芸術、宗教、それが独特の日本という風土と、それから日本人の気質、真面目で勤勉で、 という手先が企業ですごく感性が豊かでというそういうところでミックスされてずっと伝わってきたことによって奇跡的に世界でどこにもない文化が生まれましたですから脳とととといいいいいううううもののが伝えてててる心というのは違うということを受け入れて成立していますそれが日本の文化でありまた脳というものも全てのものが内包されている例えば日本であれば仏教も神道も 今では共存しております日本人はクリスマスも祝うし除夜の鐘もつくし初詣はパンパンっつって神社に行くわけですよそういう日本人その日本人が違うということを受け入れてみんなで仲良くしていこうこれが脳を通じて世界の人々に私が今回伝えたかった言葉であります。 え現在、えー、おかげさまでバンクーバーでこのノーオペラの第2弾そして来年また、えー、お話がありますそして、えー、バンクーバーでもまたね、えー、またお稽古第2弾のお稽古をこの間の1月に行うことができました、まあ、そういうことを通じてですね、まあ、私も、えーまああそうですね来年の春にまたオペラを上演する、まあ、コンパール流の、えー、バンクーバーシブランでできればいいななんていうことを通じて、まあ、世界中に、まあ、日本人にも 伝えていきたい日本の素晴らしさ日本の心を通じてそこから何かを学ぶ何かの生き方のヒントを得るということこういうことを今後も続けていきたいと思っておりますということでありがとうございました山井さんありがとうございました山井さんの今日の話の最初に日本の脳には 現代の人々に伝えるものがあるる伝えることがあるということをすごく力強く言ってくださったんですけど最後にそれをまあご自分でね、まとめられてストーンとあの納得しした気はします,であです私が、ね、実はもう当の昔にですねきあのい行かれたミルベリーコレージにですねひと夏そこで上級日本語を学んだことがありましてですねです <laughs> とても懐かしい風景だったんですけれども。<laughs> あのまあ、日本でいうとこう脳というのはかなりこう高級といいますか本当に伝統芸能の中ではすごくあの研ぎ澄まされたちょっと,とつきにくいイメージはあると思うんですけれども、はい、海外の方々は本当に食いつくようにすごく温かい表情でみんな,なんか関わっていたというイメージがあるんですけれどもそれがま,あまずこう逆,逆流になってこう日本にいい風を、はい、送り込んでくるのかなというような、はい、そういう,こう可能性を感じたんですけどいかかがですかお,っおっしゃる通りだと思います。あのー 私も今回文化交流しという活動を通じて、まあ、今まで考えることのなかったことを、まあ、考えさせられたというか考えさせていただくきっかけをいただいたと思うんですね、うん、世界の人々に伝えていくためにしかも今皆さんご存知の通りこのオリンピックがやってくるという時代の中でやっぱりこうなんかいい風が吹いているというかとは思うんですよねで私は世界の人に広めよう広めようと思って考えたれば考えるほど最終的には回り回って 日本人にキャンさんおっしゃる通りですね、うんうん、私も最後に考えたことは日本人に分かってほしい、<laughs> 日本の方々にいや自国の素晴らしさを、えー、理解し、えー、よく私、講座で申し上げるんですけど、心の中でものしを持っていただきたいということを申し上げるんですね、<ー>そうすればリスペクトでできる、違う文化、違う宗教、違う人種をリスペクトすることができる、日本人はそのものしが今なくなってしまった状態だと思うんですね、<ー>それをぜひ取り戻す、うん、それが今の時代なんじゃないかとん、ね。あ 今日四方の話を聞いててやっぱり共通項がいくつかあって一つはあの一方通行ではないんですよねあの運んでいて置いて帰ってくるのではなくて何かをこうそ,のその分まあ言葉は悪いかもしれないですけど元を取ってこう帰ってくるっていうことが、うん、でもそれって結構交流ですよねそれがやっぱり一番大事なことかなというふうに思ったんですが、うん、自身があの、まあ、大変難い伝とあるあの農学のこの流派の中で第一線で活躍なさっていて。 でまあそのまあ、短いあの時間だったと思うんですけど行ってこられて自分の舞台がこういうところが少し変わったとかあるいは自分の意識考え方こう眼差しが少し変わったところってもしあったら一つこれは本当にかなり大きく変わったと思います、えーまあ、当たり前だと思っていたことがどういう意味があって何を伝えようとして先人がしてくれたものなのかということうこれを しっかりと自分の中で消化して、えー、伝えていくことだったりとか、うん、まあ当たり前に、まあ、ちょっと何か当たり前の言い方かもしれませんが本当に当たり前に舞って歌うことっていうのがもう全然自分の中の感覚として変わりましたしうん、うん、皆さんにこうやって言葉で伝えていくこと、うんえー、今日話させていただいたことなんかも日本でもいろいろ話させていただくんですけどそういうこともこういう経験があったから、はい、私も、えー、理解初めて感じることができた分かったことなので <laughs>、はい。 ああかりました山根さんにも最後にです、ね、皆さんにちょっとあのこれからいろんなことにこう文化伝統文化もそうだし、まあ、現代アートもあの今日話があったんですけど、はい、文化に関わってそれをこう一つの通路にして、まあ、他者とこう関わっていく交流していく、まあ、心構えといいますかこうメッセージといいますかそういうのがもしあったら<あ>ちょっと一言最後にいただきたいです。そうですね、えーまあ なんて言うんてううでしょうか全くこう,こう、まあ、今説明してるとあれなんですけども最終的にはやっぱりこう自分たちのっていうんでしょうか、まあ、外国の方もいらっしゃいますけれども日本人であればやっぱり自分のその DNA というか血を信じるっていうんでしょうかそれに何か響くものがあると思うんですよね心にそういうことをやっぱり素直に感じられるだから何でもそうだと思うんですけどアートってやっぱり鏡だと思うんですあの舞台がですねそれは演じてるアートだったり作品だったりしますけどそれは 跳ね返ってて実は見ているオーディエンスの皆さんの心であったり魂がどういう状態であるかということが結局映し出されていることなのでだからそれはご自分たち自身を映していることになっているんだという意識で見ていただくと同じものを見ても全然年が変われば変わるしそういう関わり方っていうんでしょうかこんな風に見ていただけると。 もう、ね、い,いんじゃないかですね。<laughs> いや、良い話です。あの多分これは芸術舞台だけではなくて、職場や学校とかいろんな場であの応用できるようなあ<ー>あの、ありがたい話じゃないかなというふうに思いました。本当にありがとうございました。山内直さん、ありがとうございました。皆様、拍手で送りててください。以上、平成二十六年度および二十七年度にご活動された文化交流使四名による活動報告でした。 皆様ありがとうございました。改めまして拍手をお願いいたします。